一心の国。さあ全部飛ばしていくスタイル。序盤走ることすらできない。早とき早とき。井戸底におるあの忍び、特に稼いなどしておりませんが。もうアイテムも何にもいらないからね。大事ない。刀もなく気力すらない。やつはもう、もうイベントも全部飛ばしていくよ。盗み聞きもしない。筋肉番付にありそう。まだダッシュできないんだ。もう中ボスも倒さない。3周目はただボスはある程度倒しとかないと4周目に攻め力が足りなくなるかもしれないから。ふさび丸。狼をそのそあの、はい、いや今ギョ堀島見つけ見つけたら合図をくれと渡さないっす。いいえ渡すと回線使えなくなるもんね。まだここ使えないんだね。使えるじゃん。リングが使えないだけか。あれ？やっぱ使えないのか。使えるわ。場所が悪かっただけか。経験値は欲しいんだよ。あれ？経験値現状なしだ。いいや、もういいわまだ経験値なしなら倒す意味すらない。飛んできたけど、あれこっからじゃなかったっけ。違う、奥か。もう何もいらないっす。転がない。さあ源一郎、よし。あいつボコボコにしてやる。これって同時に使えたっけ。どれか一個だけ。
かない？食らねえのか、君と。よし。お前は一回しか戦えないからな。卑怯とは言うまいな。今日とは言うまいな。安全に安全に。ほら、よっしゃ、やったな。よし、原子炉を打ち取ったり。あ、もう一丁ある。なんて卑怯なやつだ。破れられぬ。守備力か。体幹回復。守備力は。あぶね。復活できないからね、守備力の。半分さえいけば。あー、下段切り。痛い。出るけど失敗した。もうちょい。よし、よしよし。あー、勝てた勝てた。卑怯とは言うまいな。お、なれ。源氏郎兵衛、赤狼勘。ん？はっ、ブーメランが。はっ、なに。シャキーン。忍びよ、卑怯とは卑怯だぞお前。めちゃくちゃ卑怯じゃねえか。勝ったじゃねえか俺。っていくぞ。お前卑怯だって。
このね、あの巫女ちゃん運んでいった忍び途中で死んでたね。さあもう話は知ってるんでとっとと。お前さん、そうさ、お前。言えぬ。見てもらう。もう全部あるからね。はい、全部あります。はい、全部終わってます。話す。足がオンする。何だ、しかも。いらねえだろう。なんかアイテムがある。あら、丸薬。半兵衛さん、主人公おめでとう。んそこもと名乗られるじゃ。そこぜひ立ち会ってもらおう。まあまあ。ドゥーオラーオラあえて火力を上げて。ニュルン、うん、やはり死なぬ。ほう、こうやって見たら違うか。口からもう虫出てるのかと思ったら顎下の紐か。そこもとの立ち筋見事な。それが見事であった。かように従前に殺しお主死なず。あるいは虫つき死ねぬのそこもと。ずいそくぞお主どうじゃ。どうじゃ、承知する。刀を。まあもう何もしないんだけど。だそこまた来る。そこもう今更だよ。さてもう中ボスもガン虫だから、とりあえずスキルポイントをね貯めないといけないので、RT だと気持ち悪いルート言ってたんだけど、さすがにそこまでは覚えてないので、自分の覚えている範囲で、全力で。さあ、経験値いくらぐらいもらえるかな、3周目。もう基本消えていくから、いくらぐらい経験値もらえる？400。序盤の雑魚で400か。消えてるからこの距離でも気づかれない。素晴らしい。犬は匂いには興味ないようだ。まあいいか。まあここの中ボスも戦う気ないんで。戦う気ないけど、こうやってなんか嫌がらせだけはしていく方法。経験値は欲しいな。気づかれてない気づかれてない。おばちゃん、ちょうだい。何も言わない。とりあえず鈴もらって、伝えない。気のせいか。気のせいじゃん。いるよ。誰？ご主人がどうか。また来る。お主のスマート。彼は死んでしまった。序盤からこっち行けるんだよね。いつも俺ラストに来ちゃってたから。
だからこの辺のアイテムは本当は序盤に取るものなんだね。正面から行かなくてもこうやって先に進めるっていう裏ルートだったけど、気にせず正面から行ってた。一気にここまで来れるね、最高じゃねえか。でここのセーブポイント、そう戦わずして来れるというね、素晴らしい。よし殺すか。旦那やるっていうんですね。もうこの州は何にも気にせずにぶち殺そう。シュラエンド旦那いいですぜですぜ。なんかもらった、火が出る確証もらった。この週の俺は修羅だからね。ミコちゃんすら殺すっていうんで、 NPC は全員回さずに決まってるぜ。盗み聞くよっと。容赦せんの、ストレイツを容赦せん。炎炎炎炎。あ、なんか掴めた。あ、掴まれた。掴まれる。お前、手伝えよ。俺のペット死んでる。いる。あれは俺のペット。死んだ。ちょっと待って、新しいペット連れてくる。よし、こいつと戦ってください。あなたはひだらけだ。いや、戦えよ。ヘイト取れって。お前ほら早く。よし、ケツをつけ。よし、変わった、ヘイトが変わった。まず1回目。つけケツをつけ、つけよ早く。残念、掴み技はねこいつには効かないようだ。もう死んだ。レベルがギリギリ上がらない。ここひょうたんの粉だったよね。ひょうたんの粉？種だよ。もうちょっと倒してレベルとりあえず1にしておきたいね。これは理由はレベルを1にしておかないと死んだ時に経験値いっちゃうか。いった？いったの？
ここは無茶しすぎないように。 RTA の人とか異常に早いんだけど、真似したら死んだからね。しない、真似はしない。痛い。ちゃんと隠れながら行こう。この次からだったかな。全力で行ったら死んだから、ちゃんと隠れながら行こう。走れー。バレてない。当たってたけどね今。で目ついて全力ダッシュしよう。バレてない。よいしょ。この後は全力で走る。歩一歩一、えい、逃げるぞ逃げるぞ、あとは全力だ、逃げろ。はっはっ、あーイエロー。今 100% 食われたな。